今日は僕用事があって、橋本駅に来てくれいうことで来て、橋本駅に来てます。で、何をするかというと、まあいろいろ、まあたまにはちょっとどっか行って、山行こうかいうことで呼ばれてるんですけど、まあ山といっても間違えても犬鳴きではないんでご安心ください。で、もうね、あっちの八王子の、まあ、とある有名な山に連れてってやるいう割には、なんか雰囲気おかしいんですよね。ちょっと聞いてみたいと思います。すみません、橋本駅ということで来たんですけど、ここってどっちの橋本駅なんでしょうか。え？なるほど。そういうことですか。これ、ということはこの左が南海という、で、JR をちょっと、色が、会社の色が違うので、あ、これ、そうですか、和歌山の橋本駅なんですね。すみません、どうもありがとうございました。ということで、神奈川県相模原市の橋本駅でなくて、和歌山県橋本市の橋本駅に来ちゃったということになります。ちょっとどうやってこれカバーするか、ちょっと考えてみますね。そういえばですね、ここの橋本言うたら、まことちゃんの銅像があったり、あのベルリンオリンピックで水泳の金メダルを獲得した前畑秀子さんが練習で使っていたという飛び込み輪があるところの橋本なんですね。これは確かに、これはもうや、しかも山が高尾山じゃなくしに、これ、よくよく見たらこれ、高野山のふもとの橋本なんですね。ああ、これはえらいことしましたね。ということで、今からちょっとリカバリー行ってきます。
なるほど、こういうことですね。でちょっと調べましたらですね、JR だけで直接行くのはちょっとあまり効率が良くないので、どうやって行くかというのをちょっと口頭で説明したいと思います。ここのまずですね、ここから大阪市内に出ないといけないんですけど、橋本から、新今宮まで南海電車乗って、新今宮駅で、降りてから、大阪メトロ御堂筋線の動物園前駅に乗って、新大阪駅まで出ます。で、新大阪駅から東海道新幹線で新横浜駅まで出て、新横浜駅で JR 横浜線に乗り継いで、町田駅を経由して橋本駅に行くということになります。いやー、これだけ時間かかるんですね。もう高尾山と高野山ではもうあまりにも景色違いますからね。ちゃんと同じ駅名があるときはもうどっちのかというのをはっきり聞いてから待ち合わせしないとこういうことになりますので、参考になればと思い動画を作りました。以上、失礼します。